はいどうもー、はい、今回は驚愕黒闇の課外授業をよく読めたじゃん。これは読めるっしょ読めるだろ。いや間違えたら恥ずかしいですけどまあ3人でクリアしてみたいと思います。はい、ここちょっとねバリアあるんで、もう一人双剣いるいないでだいぶね全然変わってくる。そうですね。何を出すだっけ、何を出すがいれば早いんですけどね。さっき言ってませんでしたっけそういうの言うなよさっき言ったってわざと分かんないふりしてんのに何を出すだっけ。いくよ。はい、集中しないとこれ死んじゃった。はいこれ音出てる。あ出てるね。ここは僕あえてスキル2はここで打ちません。スキル2を打ちません。スキル1を打って死ぬませる作戦です。作戦です。はい、全然消えた消えた。 SP 回収しに行きます。はい、あー逃げる。あーよく逃げますね。ダメだ。うわーやばい、やばいな。はい、スキル1、スキル2が全然決めみよう。決めみ決めみ。トラさんも好き。あーだバリア張った。あ、ひるみな。とりあえずスキル1だけリズムこれ、やっぱひるみでかいな。止める止める、めっちゃ止める。俺スキル回収しないと。あー、助かります。SP 回収します。これ、スキル出していけない人今。あ、今なってますね、記録。あー、危ないこれ。怖い怖い、まずいまずい。あ、なんで。え、どうした。バグった、バグってる。俺プラプラ立って伝ってる。伝ってるね。おー大丈夫大丈夫。すっ飛ばされ戻された。よしよし、もうちょいもうちょい。取れた。全然俺わかんない。もうちょいもうちょい。終わったんじゃねえの。あーバリ張られた。広まして、もう一回広ま。あスキルスキル打てないけども打つ。俺は死ぬねえよ。バリアがあるから。あーやばい。あそうなったから足が。あこれやばいか、打たなきゃよかった今。あれなんだなんだ、俺も痺れたじゃねえかよ。あー俺思ったのかスキルそれは痺れますよ。あ死んだ。やばい最悪や。急にバリアが壊せない。急に打ってきた。俺死んだよ。バリア壊した。最後の佳境だからもうスキル2を打つ。えまた俺死ぬのこれ。死んだ動画。いや全然変ねえ。左側で。うわーしかもまた。やばいこれ勝てないかも。感電いいね。バリア壊したいよ。壊したい。もうちょっと。しかもスキル、スキル今打てんのか。リジェネだけ打てるんですよ。ほら急になんか撃ってきたな。あ、俺水源解放。あ、やばい。リジェネが相当助けられてる。リジェネなかったら俺。あ、やだ固まってた。普通に。あ、もうちょっとじゃん。もうちょいなんですけど、バリアが壊せない。あ、突っ張りたよ。撃ってしまえ。お願いします。え、消えた。うわー消えた。あー最悪。バリア張るな。あ、コロリー、ね、バリア張られた。もうちょっとが。やべ、コロリー禁止だった。あ、やっちゃった忘れた、その後に。あコロリーしない、コロリーしない。よし、なくなった。この氷出すの。え、あ、俺受験だから一発で死んだのか。あ、それありえますね。あ、やばい、どこ行った？どこ行った？こっち行った。俺のだと左に。とりあえず。もうちょいで壊れるよ。もうちょい。壊した。打てスキル。行け行けるか。あ、行った行ったか。もう一発打て。行ったろ。行ったね。行ったかな。また俺死んだ動画じゃん。いやーよかった、死ぬかと思った。すごい。もう何も喋れなくなっちゃった。もう何も喋れなくなった必死すぎて俺も死んで何も喋れなくなった
すごい全部一発撮りで死ぬかと思った。ギリギリだったの。これ実は僕ら動画撮る前、全部のあの3つのクエスト何回もやって、しかもランマチで4人とかでやって、そうですね、うん、何回も死んでたんですよ。で今一発撮りで3種類全部やったんですけど、うん、全部クリアできました。でガリさん2回死にました。あ、2回死んだっけ。2回わかんないです、ごめんなさい。何回か死んでるみたいです。さっきの墓標の時死んだ。あ、墓標の時に、ね、そうそうそう、別の動画ですね。そうそう、なるほどね。というわけで、みんなのバロンファイヤー3つとも3人で、まあ、最強の強いキャラ使ってますけども、はい、クリアはできました、はい、皆さんもぜひこの動画を参考にして、クリアできない人は参考になるかわかんないですけど、低プレイスキルの人でも越せますよっていう、うん、そうですね、うん、はい、ことが分かりましたね。はい、はい、あ、ねえねえねえあれあれ、あ、知ってるこれ。知ってます、これ知ってますけど、これハンガー、ハンガー、この動画出てくるの随分先っすよ。前撮りですね。あれ、分かんなくなっちゃう。こうか、これ、このハンガーが何を意味してるかね。そう、考えてみてください、ね、これのハンガーの動画がまた後日出てきます。そうですね、うん、このね、動画とその後日出てくる動画は同じ日に撮られてるということは分かりますね。そうですね、うん、本当に申し訳ございませんでした。まあ、あの、このハンガーが出てくる動画は結構いい動画になってますんで。そうですね、うん、ハンガーのね、うん、あの、有効活用に関する動画ですね。はい、というわけで、その日まで、また会う日まで。また、カーペンターだな。なんでまた、パソコンしてみたい。ちょっとさ、俺さ、結構目見えてるね。見えてるね。もろ見えてるよ。結構目見えてるね。見えてるね、この辺にあるってもわかる。やばいじゃん。モザイク必要っすか。いや、いい、いい、大丈夫。だって俺のこと知ってる人世の中に3人しかいない。1、2と弥生。おい、俺の母親の名前そうやって安売りすんじゃねえよ。